皆さん、こんにちは。今日は2023年9月8日金曜日です。今日のテーマは中国の人民日報ですね。解散物はま改善ですね。安全ですよという記事がありました。みんなびっくりしましたね。今まではものすごいですね。言っていたんですが、でもね、大丈夫ですというのがみんなびっくりしました。 そして中国ではですね、新しい法律ありましたので、国民の感情を、これは民族ですね、の感情を傷つける服装の禁止っていう法律があるんですよ。また他にも法律があるんですよ。例えば iPhone 禁止ですよとか、テスラ禁止ですよとかですね。とても多いんですよ。これについても、えー、少しずつ話をしたいと思います。 一つ、アシアン初の会談が終わって、アシアン10カ国の会談の中で、中国政府がこの間公表した新しい地図について、みんなで話をしました。中国の新しい地図ではですね、南、シナ海のことを基本ですが、ない会ですよと主張しました。会談が終わって、共同声明では、南、シナ海について、 今の現状ですね、みんな心配しています。地域の安全、平和を破壊する行動について批判しました。次の話題としては、ミャンマーの危機について、これはですね、討論されましたが、共同声明ではこれについて触れていませんでした。各国はですね、ミャンマーに対する考えは、それぞれ違うでしょうかというふうに思います。次の話題としては、 中国とアメリカの対立ですね。アシアン10カ国はどうしてどうするのか。あの、そういう話あったんですよ。インドネシア大統領ジョコ・ウィトトさんですね。演説しました。アシアンとして大国、大国の代理になることはないんです。東南アジアは大国の競争の舞台ではないんです。東南アジアはみんなで平和、 繁栄を維持するんですよと。そして、マレーシアの首相ですが、アンマルさんですね。発表しました。我々は警戒しないといけませんよ。我々のことを分裂すると考えている国がありますよ。これはですね、中国なんですよ、実は。アメリカのハリス副大統領は言いました。海の安全、海上の安全について国際法に基づくんですよ。 そういうふうに言いました。また、記者総理ですね、水のことについて説明しました。全員理解できます。記者総理は、中国の李強総理と短時間の会話がありました。立ち話と言いますが、記者総理はですね、中国に対して輸入停止措置の撤退ですね、えー、求めていました。そして、今日本の立場を主張しました。 しかし、中国の李総理は温泉水、そういうふうに表現しました。まだ日本のことを批判もありましたが。そして、アシアンプラス3カ国ですね。日本、中国、韓国ですね。13カ国の会談の中で、岸田総理と李強総理ですね。二人短い期間ですが、あの、言い合いですね。少しはあったと言われています。これはですね、まだ詳しく情報収集します。 中国は批判するんですね。記者総理は、やはり科学的な根拠、研究家同士の意見が大事ですよ。これは政治ではありませんよ。というふうに主張しました。これはですね、記者総理の行動は私は問題ないというふうに思います。しっかりですね、日本の立場を主張できました。そして、みんなですね、日本のことを分かっているし、信じているし、支持しているんですよ。この間ですね、 フィリピンもそうですが、マレーシアではですね、民意調査があったんですよ。国民に、えー、中国、アメリカ、日本ですね、どちらが信用できるでしょうか日本の信用度がですね、一番トップなんですよ。アメリカより日本の方が信用できるというアンケートですね、ありました。次ですに、河北省の、河北省の政府は発表しました。この間ですね、河北省の 病院の看護師さんですね、解雇されました。人が多くて、多くの人はですね、不平等、不公平と思って政府に訴えました。納得しませんと、これは違法でしょうと訴えました。現在、この広北省の政府として説明をしました。病院側は問題ありません。こちらはですね、2023年4月の政策ではありましたが、医療機構に 勤めている方ですね。医者は含まれていません。男性は55歳まで、女性は44歳ですね。労働契約を継続しません。ただし、会計士とか IT 技術とか特別人材でしたら、男性は60歳まで、女性は50歳まで勤務は可能です。しかしですが、今年ですね、中国の中央政府は定年の年齢を引き上げました。 男性は60歳まで働くんですよ。女性は55歳です。これはですね、現在です。2035年までですね、少しずつ上がっていくんですよ。みんな一律65歳にしましょうっていう話があるんですよ。そして、幹部ならですね、現在は男性は65歳まで働けます。女性は60歳まで働けます。とても矛盾しているんですが、40歳を超えていたらですね、 再就職はとても難しいんですよ、中国では。そして商売も厳しいんですね。やっても赤字でしょうし、儲かりません。生活が困るんですよ、と。みんな不,不満ですね。病院側はですね、発表しました。一人当たり1万件から2万件、20万円から約40万円ですね。再就職の支援金として支給しますね、と言いました。これで終わりにしましょう、と。 私はですね、これでキャノン、あの、10にあるあったですね、キャノンの工場ですね、おめでしました。ものすごいですね、みんなのことを、まあ、解散するんですが、会社解散するんですが、そういう、まあ、解、ま、解雇金といいますが、慰安金といいますが、ものすごいですね、お金を出していました。次です。3、習近平ですね、ツイッター、今は X と言いますが、 ID があるよねと話題となっていますが、この ID ですね、2018年1月に作られた ID ではありますが、7.5万人の ID ですね、フォローしていますが、ただしいコメントの書き込みは自由ではありません。許可された ID のみ書き込むは可能です。 しかしですが、これは習近平の ID でしょうか私はどうでしょうかと思いますが、シース・モーメンツと言いますが、習近平はですね、もしツイッターで ID を持っていれば、これは首脳ですね。中国の外務省としては正々堂々と発表すると思います。しかしですね、これは中国共産党の文化としてあり得ないんですよ。 中国の首脳はですね、党の代表ですので、何を発言するのか自由ではないんですよ、実は。事前にたくさんの準備をしないといけません。現在ですね、中国の国内で、あの、のことをですね、あの、英語で宣伝していますが、これはどうでしょうかと思いますが、多分ですね、私は聞いた話ですが、中国の一つの政府ですね、政府機構が、この ID 前から作ったんですよ。 ただし、名前がですね、表示する名前は違っていました。もしですね、習近平がそういう要望がありましたら、すぐに使うよっていう意味ですね。これはまたどうなのかはわかりませんが、もしですね、あの、不層な情報ですね、宣伝したら、ツイッターとしては、この ID を消すべきでしょうかと、えー、ロックするべきではないかと、いうふうに思いますが、しかしツイッターはするでしょうか、わかりませんが、マツコさん怪しいですね。次です、4。 中国政府は発表しました。外務省はですね、はっきり、外務省としてはっきりですね、もうですね、外国向けに新しい法律というものを公開しました。中国政府はですね、外資系の企業、中国にある資産を募集、処置することが可能なんですよ。また、これはですね、来年の1月1日から受講しますが、 中国の裁判所ですね、外国国家を被告とする、事件を受理する、及び判決できるようになるんですよ。もしですね、外国の国家、政府、団体、政治家、あるいは首脳ですね、に対して有罪判決を出すとですね、中国に関係ないんですが、でもその国のえ企業ですね、の資産、 募集とかですね、処置することはできます。そういった内容ですね。中国はですね、昔は危険な国だというふうに言われていました。みんなですね、不安ですよね。中国、改革開放してすごい変わったんですよ。大事な政策があるんですよ。これは一つの政策ですね。中華自民共和国外国国家主の完全免除法という法律ですね。 施策があるんですつまりですね、今まで中国の裁判所としては外国の国家としての提訴を受け入れませんよっていう意味なんです。まあ、簡単に言えばですね、中国は完全に怒かれていておかしくなっていますよね。普通の国ではですね、例えばあの日本もそうですが、アメリカもそうなんですよ。中国政府のこと、あるいは中国の外交官のこと、 外務省のこと、習近平のことを提訴することはできないんですよ。でもですね、中国は違います。これから違います。外国の国家として提訴できますし、そして中国にあるその国の金業の資産ですね、募集することもできます。これはありえないとは思いますが、一つの例を言いますね。これは例ですね。もし、 中国の愛国者ですね。日本のことを提訴するんです。それから損害賠償も請求します。そうするとですね、中国にある日本の企業はですね、被害を受けてしまうんですよ。これはないとは思いますが、例えばですね、中国の漁民は福島の水で漁業できなくて請求できるでしょうか。こういう事例もですね、例ではありますが、 な,な,ないとは思いますが、でもあってもびっくりはしません。今後ですね、中国には外国の企業ですね、外資系の企業、例えば工場、建屋、機械設備ですね、知的所有権もそうですが、などなどですね、そういうものは中国政府が発表して、自分のものですよと発表してもえびっくりはしません。なので、中国政府は今回ですね、正々堂々と発表しました。つまり、 プーチンさんと同じですね。外国の企業の資産を、えー、自分で処置すること、えー、できますよという意味ですね。なので今後ですね、中国はロシアと同じように、えー、そういう、例えば日産自動車、トヨタ自動車のことですね、えー、募集しても、うん、それはですね、本当に難しいんですよね。あの、かわいそうとは言えないですよね。中国政府はここまで発表したわけですから、あの、やはりですね、うん、その時、理解を受けても、 ちょっとかわいそうですねっていうのは言えないですよね。友達は思いますね。ちょっとすいません。そういう話ですね。してしまうんですけれども。またですね、中国政府は2つの法律を発表しました。1つ、中国の専門家、評論家、勝手にネットで社会の事情を評価してはいけません。自分の知識に関係ない領域での発言は禁止です。2、国民は 中国民族の誇りを持つこと。公開の場所で、例えばバスとかですね、市場とかですね、デパートとかですね、映画館とかですね。そこで不適切な服装を着たり、発言したり、周りの、周りにいる中間民族の方はそれを見て不快感をですね、感じる。中間民族の感じを、やはりショックを受ける。あるいは傷つけるですね。厳しく処するんですよ、と。 交流ですね。5日間以上、10日間以下、罰金は1000元から3000元まで、2万円から6万円まででしょうか。もしですね、先導とかそういう行為があったと判断されたら、責任をですね、追求するよと発表しました。簡単に言いますと、中国の専門家はですね、これから評論家として活動は厳しいです。そして国民は、 中国政府の言うことだけ聞けよっていう意味ですね。普通の国はこのことはしませんよ。たくさんの評論家ですね。シンクタンク出てきますので、テレビとか雑誌、新聞とかネットですね。ツイッターもそうですし、YouTube もそうですし、SNS もそうですし、そこで自由に発言して、国民はそれを見て、一つの参考としてできるんですね。でも中国はこれからは厳しいです。 しかし、これについて、社会でわたかんだって言いますが、まあ、上海の弁護士さんですね、どんな服装でしょうか、しっかり決めておかないと、警察官は勝手に判断してしまうんですね。誰でも罰金取られてしまう可能性があります。国民は自由に服を着ることが大事ですよ。なので、修正を求めています。例えばですね、去年、結構ですね、こういう例があったんですが、 女の子が多いんですけれども、日本風の街にいて、まあ、中古にですね、日本風の街にいて、日本の浴衣、着物ではないと思いますが、浴衣を着て散歩をする、写真撮影をする、そこで逮捕されるんですよね。これはどうでしょうかと思いますが、しかしですが、中華民族っていうのはですね、どんなものでしょうかこれも非常に難しいんですよね。どんな定義でしょうか 難しいですね。ウイグル地域の方は多分認めないと思いますよ。チベットもそうでしょうし、ウ南ナン省側にいる少数民族の方も認めないと思いますよ。あの、モンウチモンゴル方の方もそうですし、認めないと思いますし。なので、どんな服装いいでしょうかこれから、自民服だけになるでしょうか自民服ですね。これは日本語の表現なんですよ。我々は人民服とは言いません。 自民っというのは大体,大体ではないんですがこういうようなイメージですね。これが自民っというふうに、えー、言いますけれども我々はですね自民服とは言いませんので孫本孫本の名前はですね、孫中山さんと言いますが孫中山中国では孫本より孫中山と言います3ですね。なので中山孫と言います。この服はですね、孫本が着ていたんですよ。 それから、孫文ですね。まあ、中国を中華民国と言いますが、ね、あの、中国のですね、素晴らしい人ですので、中山服装と言います。中山さんが、孫役中山さんが着ていた服装ではありますよという意味ですね。しかしですね、この服も中国の服装ではないんですよ、実は。これはですね、日本からなんですよ。孫文は日本に行って学校とか行きましたし、 そこで日本の学校の学生さんですね。男性の学生さんはこの服を着ていたらしいんですよ。当時ですね。その服装をすごい好きで着ていたんですよ。それで中国に帰ってきてずっと着ていました。これで中山荘というふうに言っています。まあ、大体ですね、そういう由来がではありますけれども。次です。5イギリスのケンブリッジ大学の情報ですが、ピキにある 航空宇宙コントロール設備研究所との使いを停止にしますよと、そして150万アメリカドルですね、返還しました。そういうふうに発表しました。ピキン航空宇宙コントロール設備研究所というのはですね、中国の宇宙開発事業の研究所なんです。そこでロケット、 ミサイルとかですね。そういうものを研究しています。軍の企業でもあります。ケンブリッジ大学は2013年、習近平登場して次の年ですね。2013年から中国のこの研究所から209万ポンドの寄付を受け取っていました。約当時ですが264万アメリカドルでした。ケンブリッジ大学にはですね、先進工学研究所、 戦士、電子工学研究所があります。この二つの研究所ですね、中国側のそういう寄付をですね、受け入れて、付き合いを強化しました。中国の宇宙開発のエンジニア、学者は、ケンブリッジ大学に入って、共同開発をしていました。これでわかるのはですね、中国政府はお金で、ま、すべてとは言いませんが、 ある程度、何でもできましたね。次です。6。中国の大手不動産企業、恒大グループの次ですが、カントリーガーデンという会社ですね。9月6日、2500万アメリカドルの利息を支払うことができました。最初はですね、返済不履行で注目されていましたが、現在ですね、問題の解決はできました。予定では、 8月7日に支払う予定でしたが、当時返済できませんと発表しました。それから30日間の猶予期間与えてくれました。現在ギリギリですね、30日間の猶予の期間内で支払うことができました。また国内での返済について発表しましたが、180元の返済のことを3年間延期にしました。 2026年11月の20日までに返済します。少しずつ返済していきますが、また、先月8月分の物件の販売状況も発表しました。8億円弱でしたが、去年同期比より72%の減少です。面積としては83万平方メートルです。同期比76%の減少です。 つまりですね、たくさんの物件を売らないと返済はできません。今回はですね、あくまでこのドルの縦の利息なんですよ。元金ではないんです。これからですよ。次です。7。中国の株式市場ですね、多くの企業は上場廃止となりました。上海株式市場から上場廃止した会社は今年4月4日まで44社でした。 去年1年間ですね、46社上場廃止でした。2020年と2021年は合計で19社でした。今年9月4日まで44社上場廃止となった原因は、30社はですね、20日間連続取引できるのですが、でも株価は1元以下の株価ですね、続いていました。そして残り10社はですね、経営の状況の まあ改ざんですね。書類の偽造、偽造が問題ではありました。二社はですね、さっきとか違法な行為があったんですよ。これで上場廃止となりました。次です。八。万里の頂上ですね。こちらは普通の万里の頂上です。でもこれは現在作られていますが、観光地です。登ることも可能です。安全です。歩いても大丈夫です。 しかし、これはですね、昇進証明の万里の頂上です。登ることはできません。とても危険です。いつ崩れるかはわかりません。中央テレビですが、この間話がありまして、三聖書ですね、農民二人、中器で頂上を破壊しました。これはですね、民朝の時代に作ったものであって、犯人ですね、容疑者は農民は認めました。付近で工事をしていて、 症状、このンバリの症状ですね、邪魔でした。遠回りですので、もう嫌ですと。本の一部だけ除去しましたと言いました。そうすると、通報は便利ですというふうに主張しました。現在、逮捕されましたが、まあ、中国政府ですね、文化財を守る意識は一切、うん、ないんですよ。これはですね、現地の農民は住民ですね、通報して、これで分かったんですよ。 現地の政府も無視です。みんなはもう気にしないんですよ。でも、通報があって良かったでしょうかと思います。次です。9。9月5日、日本の文部科学省が発表しました。外国の留学生を誘致して、これから話をしますので、卒業して日本で就職することを推進します。未来の地にために人材を確保するんですね。 人材ですと認定すれば92時間の、えー、滞在可能でしたが、現在は2年間の滞在は可能です。人材とはですね、最初は世界知名度の高い大学生を対象にしました。現在この施策を拡大しました。そして外国の留学生を誘致に力を入れています。2033年、毎年50万人を受け入れる予定です。 また、留学生に対する補助金も増やします。留学生卒業しましたら、日本での就職率ですね。今は40%ですが、それを60%にしましょう。そういうですね、目標と言いますが、計画ですね、ありました。もし毎年50万人受け入れてですね、留学生ですが、 毎年卒業生は3年後ですね。あるいは4年後ですね。30万人でしょうか。日本で就職するという意味ですね。なので、人材の競争ですね。ますます激しくなるでしょうかというふうに思います。そして、今日ですね、岸者総理はアシアン首脳会議で発言しました。日本は3年間以内ですね、東南アジアの人材を育てていきます。 日本にいて、生活費用、留学費用、あるいは政府の機構に入って、そういった行政の勉強であったり、日本の企業にいて勉強することであったり、政府はですね、すべての費用を負担しますというふうに言われています。これはどんな影響あるでしょうかまあ皆さんはですね、多分中国のインフラ建設とかですね、病院とかですね、まああの、下水道とかですね、 鉄道、地下鉄もそうですが、まあ、空港とかですね、上海、北京、杭州とかですね、そういう国際空港ですね、立派な空港とかですね、製鉄所ですね、上海の製鉄所であったりですね、などなど、たくさんのものを作ってくれました。そういうイメージありますよね。実はですね、それだけではないんですよ。もっと大事なものがあります。日本の 会社のエンジニアですね。中国の会社のエンジニアですね。日本に行って勉強しました。たコさん育ててくれました。日本に行って勉強して、そして帰ってきて工場長となったりするんですよ。例えば、まずは天津で日本語を約3ヶ月ぐらいですね。勉強してから日本に渡航していきます。日本に渡航して勉強して、1年後大体ですが、また日本から帰ってくるんですよ。 この間ですね、生活費にしても、留学する費用にしても、勉強する費用にしてもですね、日本の政府が全部負担してくれました。当時ですね、これが田中角栄さんが作った日中友好のプロジェクトの一つではありますが、当然ですが、その他にもですね、たくさんありますよ。これは一つなんですね。現在ですね、中国に対する支援ですね、アシアン、 えー、少なくても東南アジアより、まあ、この10カ国ですね、となったでしょうかというふうに思います。まあ、日本はですね、この行動をしてどういうふうになるでしょうかこれはですね、すごい注目されていって、アジアのリーダーシップになるというふうに思われます。この10年間、20年間くらいですね、日本はすごい静かなんですよ。あんまり目立たないんですね。これはアメリカの力、 え、もうあるでしょうし、でもですね、現在は違います。日本はどのですね、やはり外に出ていって、リーダーシップとなるように活動しているというふうに思っています。すごい期待したいというふうに思います。これはどんなものでしょうかね。最後はですね、日本は育った人材ですね、その国に帰って、日本との友好を続くこともできますし、帰ったら要人となりますので、 そしてから日本はですね、産業の基準を作ることも可能ですし、これはいいことなんですね。本来はですね。でも中国政府はおかしいんですよ、実は。次です、10。中国の人民日報ですね、ある情報がありました。九月6日ですね、えー、テーマですが、日本語は中下。何を中下かわかりませんが、中下。どうするどう考えるっていうテーマの情報ですが、 内容はですね、我々は抗議しました。日本に警告もしました。日本は警告をですね、しっかり受けました。ネットでは日本を、日本のことを批判する人間、法水のことを批判する人は悪い奴です。頭が悪くて悪意を持っている。国内で戦闘して我々の団結をですね、破壊している。中国の発展を止めようとしているんですよ。 これはおかしいですね。中国共産党がやってるんですよ、実は。そして内容はですね、続きます。すべての海産物は危険ではないんです。不合の必要もないんです。我々の政府はしっかり検査していて、安全かつ美味しい海産物を市場に提供しています。現在、沿岸部の金業期ですね、終わりました。漁業は再開できます。とても美味しい海鮮を 提供できる時期ですよ。みんな海産物を買わないと中国の経済はショックを受けますよ。安心してください。政府はしっかり責任を持って監査して安心できるものを提供しますから。そういうふうにですね、発表しました。これはですね、みんなびっくりしましたね。一体安全でしょうかダメでしょうかネットでは無茶苦茶となっていますね。日本はですね、漁民に対して 業務に対して補助金を出します。それからですね、一番大事なのは中国に依存しないようにしましょうねと日本の政府はものすごい指示しています。たさんのお金を出します。中国はですね、日本の海産物を輸入しませんと決めて、実はですね、中国の会社が職を受けました。原因はですね、日本の例えばですが、ホタテですね。 中国に輸出して、中国の会社が加工していきます。加工して、中国の国内で販売して、あるいは世界へ輸出もしているんですよ。つまりですね、中国の会社はとてもいいんですよ。加工費用ですね。稼ぐことができました。代理加工と言います。あるいは代理生産と言います。原材料は日本ですね。ホタテです。現在ですね、日本の政府は自分で加工するか、 中国以外の国で加工しましょうかとなってきます。結果ですね、中国の会社が痛いんですよ。経済は悪いですし、失業者も今はですね、もう内緒です。誰も言えません。中国政府はもう公表しません。この状態で中国の海産物の加工業も大変なんですよ。これからが大変ですね。それから、ネットではですね、 9月5日もありましたが、9月6日のニュースもあるんですが、今、日本はもう耐えられません。緊急発表、新政策、あの、放水ですね、停止する。あの、かもしれません。停止する、期待できる。そういう情報ですね、すごい流れています。ネットではですね、もう日本はもう放水しませんよ。もう日本は負けたんです。もうしませんよ。 というふうなですね、情報がものすごい多いんですよ、実は。これがですね、中国政府の事故を取得だと言いますが、私は先週ですね、動画で言いましたが、多分続かないですよ。最後ですね、絶対痛いのは自分です。やはりそうなってきていますね。自分が痛いんですよ。当時ですね、レアアースもそうでしたが、日本のことを牽制しようとしました。レアアース、出しませんと言ったんですね。日本は最初は痛いと感じました。でも、 その後ですね、問題ありません。今は完全にですね、中国に依存しません。そういう風になったんですよ。みんな同じです。中国はですね、いつも頭がおかしいんですよ、政府としては。我々がいなければ世界が困る、あなたが困ると思っているんですよね。実はそうではないんですよ。みんな困りませんよ。そして、コロナの初期段階ですね。マスクありましたね。安倍さんは汗で、 中国に緊急発注しました。6万枚でしょうか ?6, 6万億枚でしょうか忘れましたが、数億枚ですね。発注しました。中国にあるマスクの会社ですね。日本の会社なんですよ。製造的なんですよ。でも中国政府は意地悪ですね。あの、あの、輸出しませんと決めたんですよ。日本だけではないんですが、安倍さんはものすごい焦っていました。国民から批判を受けますので、 政権が危ないですね。これが中国政府の狙いですね。でも、マスクとか医療機器とかですね、あの、あの、牽制しようとしました。しましたけれども、みんなマスクで困っていたでしょうかと思いますが、4年前でしょうか。でも、今は全く問題ないんですよね。これが、まあ、中国の自業自得です。それからですね、中国から産業の移転が始まりました。 中国に産業ですね、置いたらいけませんと、みんな気づきました。特に大事な産業ですね。例えば、マスクです。マスクですら置いてはいけませんと、自分で生産しましょうねとなったんですよ。つまり、中国政府はですね、何をやっても失敗で終わります。今回の日本の製品の不買ですね、ありましたが、今はもう誰も言わないんですよ。そういうのが今の現状ではありますが。 そしてですね、中国には iPhone 使ってはいけませんよとかですね、もありますし、また情報が多いので、またですね、次の動画で話をしたいというふうに思います。私はですね、一番心配しているのがですね、中国に在住日本の方なんですよ。コメントもいただきましたが、あの、中国はですね、どんどん情報の規制してきている、厳しくなってきているし、社会の雰囲気はですね、厳しくなってきていますが、 最後ですね外国人に対してものすごい厳しい政策を出すのではないかというふうに思いますがそれがですねどんどんエスカレートとなっていくんですよねという傾向ではありますので中国に在住している方ですね日本の方はぜひ安全第一と考えてほしいですねそして周りの中国人とですねお友達であってもそういう政治について施策について 話しない方がいいといい方がとうに思いますやはり個人個人ですので政策は政治は別な話ですと思った方がいいと思いますそういうふうな、えー、現状ではありますが中国はですねおかしくなってきてるんですよ実はどういうふうになっていくのかどんな国となっていくのかこれはですね今のところは予測できませんでも少しずつですねあの見えてくるではないかというふうに思います この動画はここまでいいと思います。最後、にのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。